はい、今日はですね、ロゲン60プリウスのコンプリートカーのご紹介をさせていただきたいと思います。こちら60プリウス、今納期が今日現在でだいたい4ヶ月半ぐらいになってます。発売当時は1年待ちって言われてたんですけど、今納期がギュッと縮まってるので、今購入いただくとだいたい9月か10月には遅くても納車がカスタムした状態でできる車になってます。早速装着してあるパーツをご紹介させていただきたいと思います。まず、ベースグレードは基本はハイブリッドの G グレードをベースにさせていただいてます。で、装着してあるパーツがまずこちらですね。フロントの、エクステンションパーツっていうのがあります。こちらはもともとトヨタのマークがあるんですけども、それをマークレスにしてさらにちょっと被せるというモデルの、パーツになります。で、特徴的なのはただ被せるだけじゃなくて、少しねこの辺りに立体的なピンを取り付けさせていただいているので、非常にねフロント周りのスッとした感じからスポーティーなイメージに変化してくれます。ちなみにこれ付けてもらうと、純正のねこの出面に関しては 5mm ですね。結構大きく見えるんですけど、 5mm だけ純正より前に出るという形になります。そして下についているのが、フロントハーフスポイラーになります。もうこちらはね皆さん動画見ていただいているので、まあ、パッと見たらロエンって分かってもらえる仕様にはなってるんですけども、特徴としては左右に LED ランプがそれぞれ入った状態になってます。で、真ん中に LED ライトバー。コンプリとかはこれは全部標準装備になってるので、このままの状態で装着していただいてと思っていただければいいかなと思います。で、続いてですね、サイドを聞かせてもらいます。で、横を来ていただくと、まずホイールですね。こちらの車自体は東京オートサロン2024でモンザ・ザ・パンさんっていうメーカーで展示してた車なので、今そちらのメーカーの、ジェクシスというホイールが入ってます。で、これね20インチが入ってるんですけども、基本的にはこの、モンザ・ザ・パンさんのこのホイールか、ロエンのグレイ RS001 というモデルも装着ができますので、こちらはお選びいただくことができます。で、サイド行くとサイドステップですね。この下の部分が全部サイドステップになります。で、足回りは、ブリッツさんの車高調を装着させていただいてまして、まあ、今この車デモカーなので、こういう横のねピンストライプとかメーカーロゴっていうのはオプションでお受け止まりをさせていただきたいと思います。じゃあ最後リア回りですね。リア回り来ていただくと、コンプリとかなので標準装備としてロエンのエンブレムが標準装備させていただいて、リアのハーフスポイラーですね。特徴としては、今までのハーフスポイラーは下から貼り付けて、止めるだけだったものに加えて、少しですね上に立体感を持たせているのが特徴になっています。この辺りですね。であとは、マフラーですね。今はね最近マフラーを装着するっていうお客さん非常に減ってきてますので、まあ、ダミーにはなってしまうんですけど、マフラーチップという形で、これもエアロパーツの標準として装着させていただいてます。真ん中はねこちらバックフォークが装着されてます。ただこちらのバックフォークに関しては、例えば寒冷地がついてついてないとか、そういったので車検対応するしないというのがあるので、詳しくは営業マンに聞いていただければと思います。で、最後こちらですね、リアウィングですね。このリアウィングと、あとは、ルーフスポイラー、これがついてますんで、装着してるパーツとしては、ロエンのフロントのスポイラーと、フロントの、マークレスのパーツですね。あとサイドステップ、リアハーフスポイラー、リアウィング、ルーフスポイラーですね。これとあとブリッツさんの車高調と、あとはロエンもしくはモンスターさんのホイールで、どうしてもホイール変えたいという方は、コンプリートの金額よりちょっと上がってはしまうんですけども、ワークさんやウェッジさん、レイジさんのホイールも選んでいただくことができます。こちらのコンプリートカーなんですけども、金額は415万円が車両本体価格になります。これプラス初費用で、遠方のお客さんに関してはご来店いただく場合はこの初費用込みの金額での販売となります。もしご自宅まで届けてほしいよとか、そういった場合には所定の育装費がかかってくるので、声かけていただければと思います。じゃあ、もう一回前の方、まあ、こんな感じですね。もともとプリウスって、まあ、今見てもらうとシルエットが、ね、非常にスポーティーな車なので、それに合わせてロエンのコンセプトでもある
アグレッシブ&スポーツっていうのを融合させたモデルの商品になってますので、今こちらは白い車ですけども、展示車はですね、ロエン愛知には黒い展示車があります。また雰囲気がねガラッと変わるので、ぜひですねお店の方にお問い合わせいただいて、ご来店いただいて実写見ていただければと思います。コンプリートカー気になるお客さんは概要欄に貼り付けしておきますので、ぜひご覧ください。今日は、ロエンの60プロデュースのコンプリートカーのご紹介させていただきました。今日も皆さんありがとうございます。